キツネさん、まだ起きてる？あら、こんな時間に部屋に来るなんて、どうしたのかしら。眠れないからお馬さんのお話聞かせて。お馬さん、もう、しょうがないわね、タヌキさん。馬の絵本なら、スーホの白い馬とか、クローマブランキーとかあるけど、どれが。シンボリルドルフ。ええ。シンボリルドルフ。競走馬の解説をねだるなんて、急に可愛げがなくなったわね。シンボリルドルフは、1981年生まれのオスの影の競走馬。その競走成績の高さから皇帝と呼ばれた名馬であり、額の白い三日月がトレードマークだったわ。馬娘のシンボリルドルフも、前髪の一部が白いよね。そうね、馬娘では、学園の生徒会長を務める実力、政治力の優れた人格者として描かれていて、ダジャレのセンスが秀逸というのも魅力の一つね。秀逸？シンボリルドルフの血統も皇帝にふさわしいもので、父パーサロン、母スイートルナのもとに生まれた。父パーサロンは70から80年代の日本競馬を牽引した大種牡馬であり、母父スピードシンボリは G1 で4度の優勝経験がある世界中の強豪が集うフランスの凱旋門賞にも出走した。近代競馬の礎を築いた名馬の血筋であったのよ。これはきっとすごい子が生まれてくるはず。しかし、生まれてくる馬は素質はあるものの気性が荒いという特徴があり、 G1 優勝には至らなかった。それでもシンボリ牧場の和田さんは諦めず交配を続けた結果、1981年に4番目に生まれたのがシンボリルドルフだった。生まれてから30から90分かかると言われる立ち上がるまでの時間をたった20分で済ませた根性強さを見せつけ、額に三日月を持っていることからルナという幼名を名付けられたわ。スピードシンボリの騎手でもあり、調教師としても成功を収めていたのひらさんと馬主の私は、シンボリルドルフの素質を見抜き、彼が3歳になるデビュー戦から将来を見据えて英才教育を施すことにしたわ。英才教育？それは皐月賞、日本ダービー、菊花賞などクラシック戦線の中から長距離の競馬を覚えさせること。デビュー戦は 1000m だったにもかかわらず、1600m のつもりで走るようにと岡部騎手に伝え、見事デビュー戦は1着を果たし、その後のレースでも2連続優勝して3連勝を勝ち取ったわ。強すぎるのでは。4歳になり迎えた G3 の弥生賞では、シンボリルドルフに騎乗していた岡部騎手に注目が集まったわ。馬じゃなくて騎手の方なの？このレースではそれまで岡部騎手が主戦騎手を務めていた備前錦も出走することになっていたのよ。そして岡部騎手は備前錦の調教師とも縁が深い関係でもあったわ。それじゃあシンボリルドルフよりもそっちを選ぶんじゃ。ええ、この時点で備前錦は4連勝中で1番人気。最終的に岡部騎手が選んだ馬はシンボリルドルフだったわ。どういうこと？これにはみんなびっくりしたんだけど、岡部騎手曰く、選択するとか迷うとかそういう次元じゃなかった。問題なくシンボリルドルフだ。それだけすごい馬ってことなんだ。結果、備前錦を1馬身以上追い抜く形で1着となり、格の違いを見せつける走りをし、続く G1 皐月賞では対立することになった備前錦陣営と一騎打ちすることになったものの、やはりそこでも圧倒的な強さを見せ、シンボリルドルフは優勝して一冠を獲得したわ。岡部騎手はこれは始まりに過ぎないという意味で、表彰式で一本指を掲げるパフォーマンスを披露したわ。一体どこまで勝ち進むんだろう。 G1 レースでも優勝する揺るぎない実力のあるシンボリルドルフはその後も次々と優勝を果たしたわ。2冠目の日本ダービーでも圧倒的一番人気となり、裏を返した指示を無視する形で1着に、まるで競馬とは何なのかを教えるような結果に岡部騎手も驚きを隠せなかったと答え、無敗のまま迎えた3冠目の菊花賞でも見事優勝し、史上初の無敗のクラシック3冠を達成したのよ。その後、国際招待競争の大本命ジャパンカップでは、海外の観客にシンボリルドルフの強さを見せつけることに。注目されたのは、前年クラシック3冠を達成したミスターシービーとの3冠馬同士の対決。どっちが勝つんだろう？
結果はどちらも1着にはなれなかった上にお腹を下していたせいで結果は3着。残念ながら連勝記録は8連勝でストップしてしまったのよ。これにはションボリルドルフね。ダジャレのセンス最下位だよ。それでもくじけることなく、自走の有馬記念では体調を万全に切って疾走して優勝。史上初の4歳4冠を達成する好成績を叩き出したことで年度代表馬にも選出されることに。5歳になり迎えた5冠目の天皇賞春では、ジャパンカップでも激突したミスターシービーと3度目の対決に。皇帝に勝利するためこれまでの戦法を捨てた捨て身の作戦で、向こう正面からまくり上げてきた突然の奇襲にざわめき、シンボリルドルフも動揺するかと思いきや、全く顔色一つ変えず皇帝らしさを貫いた堂々とした走りを見せつけて1着でゴールインしたが、これで5冠達成だ。圧倒的な強さを前に海外遠征も視野に入れたものの、直前に左肩破壊が判明して出走は取り消しに。海外へのチャンスは逃してしまったものの、2度目のジャパンカップでは無事優勝して6冠を達成。力強い走りと美しさは外国関係者でも話題になり、ヨーロッパの名馬の絵から抜け出してきたようだと高い評価を受けたが、再び海外遠征を視野に入れ日本国内でラストランとなった有馬記念では、その覚悟の表れなのか、日本でやることはもうない、そう見せつけるかのような圧倒的な強さで2着を4馬身も放って優勝。日本競馬史上初の7冠馬がここに誕生したわ。この調子で海外でも活躍するぞと思いきや、現実は残酷なものだったわ。遠征直前、出走を急ぐ馬主と休養を計画する調教師の間で折り合いがつかず、現地スタッフに全てを任せることに。翌年1986年にアメリカのサンルイレイステークス G1 に出走したものの、レース中に左前足腱靭帯炎を発症。これは日本の芝と違うダートコースによるものだと推測されて、結果は6着に敗れそのまま引退したわ。ああ、そんな結末が。運が悪く海外での活躍は果たすことができなかったんだけど、それでも日本の競馬界の歴史を大きく塗り替えた生涯成績16戦13勝という異次元クラスの勝利を収め、七冠馬の血統は貴重な存在として守護馬になり、2004年には功労馬としてのんびりと余生を過ごし、30歳になった2011年に寿命で天国に旅立っていったわ。皇帝の地はシャマードシンボリ、アイルトンシンボリ、鶴丸剛など多くの子供に受け継がれ、その中でもひときわ異彩を放っていたのが東海帝王。この馬が皇帝の名を継ぐ帝王としてまた競馬の一時代を作り上げていったというわけね。いいなぁ、僕も皇帝の血筋に混ざれないかな。え、皇帝の血筋の仲間入りしたらそれだけで人気者間違いなしでしょ。できるかどうかはともかく、あ、タヌキさんの血筋の馬はみんなオグリキャップみたいな大食いの怪物になりそうね。ああ、膝が変な生き物チャンネル。いたたたた、変な方向にひねっちゃった。ところでタヌキさんはシンボリルドルフみたいに何か連勝記録は持ってるのかしら。うーん、連勝記録、あ、連勝記録じゃないけど、お店の大食いチャレンジに勝ったことは何回もあるよ。なるほど、タヌキさんらしいわね。でもしばらくするとどのお店も閉店しちゃうんだよね。なんでだろう。それは、いや、知らない方が幸せかもしれないわね。それじゃあ、今日も歩行の解説を始めていくわよ。歩行その1、シンボリルドルフのこぼれ話。引退後も皇帝が競馬界にもたらした影響は相当なもので、日本競馬史上初の七冠馬というブランドは、守護馬としての価値を跳ね上げさせることになり、株主は2000万円 ×50 口、総額10億円もの新字ゲートが組まれることになったわ。シンボリルドルフはその能力だけでなく血統的にも希少な存在だったの。祖先を遡ると現在のサラブレッドの 1% 未満しか存在しない三大始祖の一頭、バイアリー・タークの血統の馬でもあったわ。現代のサラブレッドのほとんどは三大始祖のダーレ・アラビアンを祖としている中で、
勝な血統の競走馬が目覚ましい成績を上げたのはすごいことよね。三大始祖の歴史は別の動画でも解説しているから、そちらもぜひ見てね。歩行その2、スノーカンダミスターシービー。ミスターシービーはシンボリルドルフよりも1年早くクラシック三冠を達成した競走馬。実際のレースでも3度激突したライバルとして注目されていた一頭だったわ。ウマ娘でも頑固だけど不器用なキャラとして登場しているわね。19年ぶりにクラシック三冠を果たした競走馬として奇跡を起こしたものの、休養している1年の間に競馬界にはシンボリルドルフという新星が現れることになった。人気を奪われたシービーは打倒皇帝を目指し日々研鑽に励み、迎えた天皇賞春、捨て身の作戦で一騎打ちを挑んだもののリベンジを果たすことはなく引退。三冠を制覇した実力は競馬史に間違いなく残るものだけど、それを上回る怪物もいた。厳しい勝負の世界の競馬では栄光をつかんだ名馬の陰にこういったドラマもたくさんあるのよね。今日の動画はここまでです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでそちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。